ベネトン B190 は、ベネトンフォーミュラが開発したフォーミュラワンカー。ジョン・バーナードとロリー・バームを、責任者として設計され、1990年シーズンから1991年シーズン序盤に、かけて使用された。B190 は1990年シーズン第3戦、3割の GP から投入され、ネルソン・ピケが、第15戦日本 GP と最終戦オーストラリア、 GP で2連勝をマークした。前年までスクーデリア・フェラーリに在籍していたジョン・バーナードが加入して初めて製作したマシン。ただし、バーナードのチーム加入が遅かったため、原設計はバーナードの前任者であったロリー・バーンによって行われている。バーナードの影響からか、バーンがデザインした従来のベネトンのマシンとは印象が異なる。フロントサスペンションを プルロットからプッシュロットに変更した都合上ノーズが高くなり、ロットのピボットあたりから先端に向けて鍵花のように垂れ下がるデザインとなった。また、大型のフロントウィングや左右に吸気口のあるエンジンカバーも一般的なタイプに変更された。エンジンはフォード HB のステージ3を搭載。第9戦ドイツ GP よりステージ4が投入された。 1991年シーズンは新レギュレーションに合わせて B190 バイトにモディファイされ第2 0 0ブラジル GP まで使用された。タイヤメーカーはグッドイヤーに代わりピレリを装着した。メインスポンサーがキャメルになりこれまでの国際式のカラーリングから一転してキャメルのイメージカラーである黄色をメインとしたカラーリングに変更された。ベネトン B190 ありがとうございます。